どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。今日は本気で噛まれたらということで、本気で噛まれるとねショックですよね。初めて噛まれた日って何とも言えないと思います。なんかうちの子すごいいい子だなと思って信じてたのに、なんか急に怖く見えたりとか、でなんか裏切られたような気持ちになったりとか、本気で噛まれた時って本当にショックだと思うんですけども、そういった中でもね、これからまたどんな風にね、付き合っていったらいいのかっていうところ非常に悩むと思います。なので、今日はねそこからどんな風にね付き合っていったらいいのかなということをね今日はお話ししていきたいと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってます。もしよかったらね入ってみてはいかがでしょうかということでね、お話の方に入っていきたいと思います。まずですね、本気で噛まれてしまった時にどうしたらいいのっていう部分なんですけども、一回噛まれると同じ状況で噛まれることが増えます。それまでずっとそういう行動がなかったのに、例えばね抱っこしようと思ったら噛まれちゃったとかね、そういったことが出てくると、ワンちゃんっていうのはしばらくはそういうことを気にするようになります。なので一回噛まれると1ヶ月ぐらいの間に急に噛まれる頻度が上がりますね。なんでかっていうと、ワンちゃんもそれでノーと言えるね、こうやめてもらえるっていうのを覚えちゃう子も中にはいるし、中にはそこで意思表示がやっぱり強くなってる子たちもいるので、じゃあそこをね無理にどうこうしようって考えるよりは、じゃあどんな風にねしていったらいいのかなっていうところなんですけども、まず一番最初の改善点としては、環境で改善できるものは環境で改善するということですね。例えば寝てる時にサークルに近づくとワンちゃんが怒ります。まあ、寝てる時に近づかなければいいですよねって話なんですけども、ね、そういったところですね、これが例えばワンちゃんをフリーにしといて、で例えば自分たちが近く通った時に向かってくるみたいなものって対処しなきゃいけないです。だって自分たちぼーっとしてたら噛まれるからね。ただサークルがあれば近く通って、まあ、向こうが気にしてうなったり吠えたりしたって、こっちがそれ以上別に気にしたりしなければワンちゃんも気にしたりしないですよね。なのでもちろんね来れないように対策を取るから気にしないようにしていくね。自分たちもうなったり吠えたりしたことに対していちいち気にしたりすると、ワンちゃんもあ、じゃあなんとなくこういう行動でそういう風に遠ざけることができるんだと思えば、もちろん行動はどんどん悪化していくし強くなっていくと思います。なので、吠えてる時とかもううなってる時にアプローチは取らずに、できれば例えばね寝てる時とか、あとはね昔なんかだとよくね、ご飯を食べてるところにこう手入れてかき回すみたいな練習とかもやったんですけど、そういうね、やらなくていいこと、やる必要性のないことはやらなくてもいいと思うのと、あとは少しずつね環境を改善していくっていうことも非常に大事になってきますので、でもしねそのうちの子ちょっとフードアグレッシブっていうんですけど、まあ、ご飯守ってうなっちゃったりするのをなんとかしたいって思う時には、ご飯をあげる時の実践でなんとかするんじゃなくて、それはそれで練習でやっていかなきゃいけないので、そこをね一緒くたにしちゃってご飯の時にみたいなことを考えちゃうと難しいのかなと思いますので、ぜひねその辺も一緒くたに考えるのではなくて、そういうぶつけ本番はぶつけ本番で、そこは環境改善、ご飯食べてる時に近づかなければいいよねでよくて、後からねそれはトレーニングとかをしていく必要性があるのかなと思います。2つ目ですね、怖くなくなってきたらトレーニングを少しずつしていくってことですね。この怖いと思ってる時っていうのは、こっちも怖いと思ってるのとワンちゃんもなんかいつもと違うよねっていうの分かります。あれなんか今無理して付き合ってんのかなじゃないけど、今ワンって言ったらこれ多分ビビるよね、やめてくれるよねみたいなことをワンちゃんたちも見てきます。なのでそういった中で自分たちが怖いなって思いながら接するっていうのは、ワンちゃんの思いもよらないしなくていい行動をこちらからね、呼び起こしてしまう可能性があります。なので、大前提としてはさっき言ってたその環境の改善っていうのが一番大事で、噛まれ続ける環境を作らないようにしていきながら、怖くなくなってきたらトレーニングとして間に挟んでいくっていう形で、少しずつ嫌なイメージが変わってきたりとか、そういうことするんじゃなくてこういう風にした方がいいよねっていうのを伝えてってあげられたらいいんじゃないのかなと思いますので、怖いなって思ってる時期は無理して向き合うのは絶対によくありません。その時は環境で改善して距離を取っていきながら、お互いにねまたうまくやれるようになってきて、怖くなくなってきてからやるのが一番いいと思います。
3つ目ですね、基本的には自分で全てをやろうとしないでください。本当に動画でね噛みつくっていう問題に関しては改善できるのは本当にごく一部で、基本的にはプロのトレーナーさんに見てもらってやっていくっていうことが非常に大事になってきます。なので、何でもね、例えば噛んできたら、叱ればいいとかおやつあげればみたいなシンプルな話じゃないことの方が多いです。なので自分でやってなんとかなるっていうのってごく一部だから、もちろんねさっき言った環境の改善とかね、怖くなくなってきたら少しずつトレーニングとかやれる部分をやっていってもいいんですけども、じゃあ本格的にそれに対してなんでそうなのっていうのも理由がありますし、そこに対してのアプローチっていうのも、例えばね血が出るほど噛んできたからこうみたいなシンプルな話ではないんですよね。そこは本当にプロの方の経験もしくはその子の性格、その辺も含めて見ていただけたらいいんじゃないのかなと思いますので、ぜひそんな風にねしていただけたらいいんじゃないのかなと思います。はい、というわけでね、環境もですね、変えられないことも多かったりはすると思うんですけども、でもこの環境改善が多分一番効くと思います。でそこからはあとは生活の習慣だったりとかね、その辺も少し変えてってあげたりするとワンちゃんも変わってくるのかなと思うのと、あとですね、ワンちゃんに大きく負担をかけるのも良くないんですが、飼い主さんたちに大きく負担がかかっても良くありません。なので、そこはねどんな風に折り合いをつけていったらいいのっていうと、私たちが自分勝手にやってしまうとどうしてもね、人間本位になったりとかワンちゃん本位になりすぎたりするところがありますので、お互いにストレスを大きくかけるのはぜひねそこはやめていただいた方がいいのかなと思いますので、そんな時にはね我々プロの力を借りて上手に分けていただいて、できる範囲のことから少しずつねお互いの関係性を修復していくのがね、一番いいんじゃないのかなと思いますね。急がば回れ、近道を選ばないようにしていきながらやっていくのが一番近道になるんじゃないのかなと思いますので、ぜひね、お近くに、もし困った時にはね頼れるプロの方いらっしゃると思いますので、もしよかったらね相談してみてはいかがでしょうか。